Dude, that father is turned them perm. はい。車中泊久しぶりですね、すみさん。そうですね。1ヶ月ぐらいしてない気がする。まあ、この車中泊できなかった1ヶ月間の間に台風15号が来まして、まあ、千葉県結構大きな被害を食らいました。まあ、僕たちは募金をするという形でね、協力させてもらってるんですけど、今週ツイッターとかでちょっと見たら、房総のあのホテルとか、あらゆるこう観光業の人たち、それから当然飲食業の人たち、たくさんの人たちが、あの、自粛を自粛してくれっていうツイッター見たんですよね。もうどんどん南房総、今もう結構みんな復帰してきたから、みんな遊びに来てくれっていうツイートをたくさん見たので、あ、そうなんだって思って、じゃあ南房総に車中泊行くべっていうことで、今回、千倉ビーチですね、僕たちが前いつも遊びに行ってます。大好きなビーチ、千倉ビーチに向かってます。明日は海半分、そんで観光しましたいと思います。ご飯食べたり、お土産買ったり、南房総を満喫して遊ぼうかなと思ってるんですけど、今日はね、ゆっくりの出発なので、今から千倉ビーチまで約あと、まあ30分くらいかな、で到着する予定です。安全運転で行きましょう。実はあれだね、街灯とかついてないね。館山市です。信号などは復活してるんですが、街灯がね、一つもついてないかったり、それから店舗がね、全部電気消しちゃってます。大きな建て看板等々は結構、倒れてしまったり、剥がれてしまったりっていう感じのはちょっと見受けられます。とにかく街灯がね、全部ついてないんだよね。これが、まだまだ完全復旧に至ってない証拠かなと。とりあえずね、主要な、まあ、例えば信号とかね、それから主要な看板とかは電気が通ってる感じですかね。ちくら到着しました。そして私、ウィークで5日間、禁酒成功しましたのでね、1週間ぶりにビール飲みたいと思います。プレミアム!いただきまーす。おいしい。おいしい。約まあ1週間、お酒を抜いたのなんて、一体何年ぶりでしょう。やばい。まいったな、これ。いやー、久々にやってしまいました。波がなーい。ドフラット。向こうの方で20人ぐらいか。波入ってますが、誰一人として乗ってるところが見えません。やっちまったかな?小鳥さん、おはようございます。波がないです。どうしましょう?おやすみなさい。あなた、もう8時過ぎてますよ。青江さん、おはようございます。おはようございます。なんか母ちゃんめっちゃ美味しそうなの作ってる。母ちゃんが美味しそうなご飯を作ってくれてるぞ。母ちゃん、ポテトの匂い。もう今日は波がないので、久しぶりに朝ご飯を一緒に食べたいと思います。まあ今日は目的はね、南房総を元気にするために来ました。できるのか。南房総を遊び尽くそうということなのでね、まあ波はなくてもなんか遊び方を考えましょう。母ちゃん、美味しそう。これ見て、美味しそう、美味しそう。チキンサンドイッチ、美味しそう。いただきます。くん、海で遊ぶべ。台風の爪痕は至る所に残っています。大きかったヤシの木も無残に倒れてしまいました。ディリー、鼻血が出てる。あー、うまい。どうして T シャツでポートするの。
海入ろうぜ、青。いいシーグラス見つかりました？うん。あ、本当？よかったね。いっぱい見つけたよ。本当？いい感じ。これすごくいい感じ。ちょっと使いにくいけど、私たちは今流木を探しています。まあまあ楽しかったかな。小鳥が赤ちゃんの時から遊びに来てるビーチです。南房総市千倉海岸ですね。車中泊してるキャンピングカーとかね、何台か来てましたけども、まあトイレもあるので、車中泊するのにもなかなかいいロケーションです。僕の気に入っている車中泊ポイントです。千倉ビーチ。ランチ行きましょう、ランチ。ゆいも。さあ、小鳥さん、海上がりました。はい。お腹すきましたね。すいたー。でしょ。というわけで、ランチ行くぞーい。ダメことも出せるの。千倉漁港、やっぱりね、屋根剥がれたりとかしてます。傷跡は、まだ目で見て、おー、やばい。やはり目に見える被害は、まだまだ残っている感じです。うどん、天丼、天作。うどん、天丼？いやいやいや、海鮮も美味しいらしいです。行ってみましょう。あー、なるほどね。天ぷらか。いいかも。こんにちは。いいですか？好きなところで。何にしようかな。何にしようかな。角煮丼と味噌汁ってあるよ。青。角煮と味噌汁。そう。あとね、お刺身天ぷらセット本体。母ちゃんの天丼、うどん、どんどん、どん。
小鳥さん、おいしそうっていうかめっちゃボリュームやばい。お肉大好き。父ちゃんのがまだ来ません。お腹すいた。じゃがじゃーん、いただきます。すごい、やったー。デレレレレレレレデデン、刺身定食いただきます。さらにこれに天ぷらが来るはず。いただきます。やばい、めちゃめちゃ今食べちゃった。ゴージャス。あ、この魚ちょっと今で生きてる。美味しかった、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 美味しかったね、母ちゃん。すごい満足、いろんなもの食べれて。まあこの辺あれだよね、お魚はどこで食べてもきっと美味しいと思うんですけども、でもねここすごく美味しかったです。検索また来たいと思います。水平線がずーっと広がります。こんなことある？最高。あ、青やばい、なんか生き物がいるんじゃない？誰が？やばいよそれ、海でおしっこしようとしてんだろ。なんと環境汚染。野島崎灯台、野島崎灯台、珍しくね、ちゃんと観光してみようと思います。小鳥さん、野島崎灯台でしょ。はい、そうです、行ってみましょう。カズサ南房総エリア観光案内、こんな感じですね。そして僕たちは今このトッタンにいます。妻が伝説に近づこうとしています。そこは伝説の岩屋。伝説の岩屋とは一体何なんだ。なんかいるぞあいつだ。海が、母ちゃんが10秒で説明してくれます。はい、伊豆からこの地へ渡ってきた源頼朝がここの岩屋で雨をしのいだ。でそれだけ？それだけじゃ。待って、どうする？カメラ、待って。房総半島最南端、そして上に行きます。イヤホー、なんで母ちゃんの絶叫、朝日と夕焼けの見える。遊覧船乗りますよ、母ちゃん。はい、やったね、サバデー号以来ですね。そうですね。カモメ丸です、今日は。それではお願いします。乗り込むぞ、イヤホー。皆さん復興支援が
も兼ねて船に乗ってください。あの乗りましょう。お願いします。ここは野島崎灯台、はい、野島崎灯台の遊覧船です。ぜひ、はい、遊びに行きましょう。放送船長またね。楽しかったです。たありがとうございました。イエーイ。魚さ、ウミガメしか見えなかった。魚は見えなかったな、確かに。今日はすごい濁ってたんだって。ちょっとタイミング悪かった。この中でウミガメを見たのは超ラッキーだ よ。じゃあまた音船長の船乗りに行きましょうかね。今度はあの水がきれいな時に。はい、うん、小鳥さん、そのソフトクリーム俺のおごり。なんでかわかる？わかんない。小鳥のことが好きだから。なんとマクドナルドの看板ですら台風の爪痕が残るここ、千葉県館山市ですね。今回は南房総車中泊&サーフィン&観光ロードトリップの旅でした。1泊2日。先ほど遊覧船の船長が動画に出て言ってくれてましたけども、どん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 今持ち直してきて、みんな営業再開しているらしいので、ぜひ遊びに来て、そんで船長が言った言葉の中ですごく大事なこと、少しでもいいのでお金を落としていってくださいって言ってました。実際に今すごく、経済的に厳しいっていうことはいろいろなニュースとかでも拝見していたので、やっぱり、ちょっとでもお金を落としてあげられることが、僕らができる復興のお手伝いかなと思いまして、今回、久しぶりに南房総にね遊びに来ました。まあ僕らが落としていったお金なんてビビたるもんなんですけど、まあその積み重ねがきっと大きな力になると思うので、ぜひ同じく千葉県民の一人として、ぜひ、千葉の復興に皆さん力を貸してもらえると嬉しいです。南房総、千葉にね遊び、ぜひ遊びに来てください。というわけでまた次回の動画で会いましょう。バイ。ナイスサンセット。Today was a good day。 今日買った南房総のお土産、クジラのチンポ、つまり睾丸、妻よ。私知らないで。最後まで見てくれてありがとうございました。10月中にチャンネル登録者人数を1000人目指してます。チャンネル登録お願いします。グッドボタンお願いします。